海藻と西松屋の購入品を紹介したいと思います。よかったら最後まで見てください。ではまずセリアからですね。まずこちら、こんな感じの、もう扉のところに多分引っ掛ける、でここにタオルこう押し込んでこうっていう感じのやつを買いました。こちら、おばあちゃんがもう離乳食始まっちゃうんで、この間でちょっと5ヶ月になったので、もうちょっとしたら始めようかなって思ってます。氷作るやつみたいな感じで、多分ここにその離乳食作ったやつ入れて凍らして保管しとくみたいな。これ2つとりあえず分かんないから1個だけ買って開けちゃったんですけど、これ炊飯器でご飯と一緒におかゆが作れる。開けたやつがこういう感じ、裏面とかね、野菜とかすりつぶしたりするやつがついてて、で中にもブツブツみたいになってて、これも多分中でもすりつぶせる。これスプーンが入ってついてて、ここにもねボコボコついてます。これ1杯につき10倍ぐらいだったらこれぐらい水入れますよみたいな。動画でできたらねこれも載せますね。あとスプーンだから安いと思って買ってみました。こういう感じ、めっちゃこうグニャグニャする。パンダだし可愛い、色もシンプルで、しかもレンジもいけるみたいです。レンジで消毒だ。であともうめちゃくちゃ可愛い靴下いっぱいあって、ちょうどね多分履けると思うので、足首どうかなって感じだけど、まあ、ミッキー2つに、名前忘れちゃった、トイストーリーのやつ3つ買いました。あとこれベビーカーになんかつける、なんかおもちゃとかそういうのをベビーカーになんかつけて、あの落とさないように、下手くそかよ日本語落とさないようにするストラップ。でこれが最後です、ね、毛布とか膝掛け、これもベビーカー用のやつで、こういう感じか、こういう感じでなんかこう中に入れてベビーカーにこうやって固定して、でこのクリップでブランケットとかこう挟む。ミッキーで可愛い。一応セリアが以上になります。次がダイソー、いつも使ってるダイソーのテーブル拭いたりとか、こうめっちゃ生地がいいんですよ、ふわふわで、色がねちょっと派手なんですけど、これしかない。これとこのポーチ、なんか可愛いと思って買っちゃった、自分より。これもベビーカーのやつですね。こうやってこのベビーカーの取っ手に取り付けるやつ、ここにこういう感じに、あこうだ、もう思いっきりこれ取ってベビーカーの取っ手にこうカチャンってつける。ほとんどここからもベビー系です、ね、車用のカーテン。なんか坊ちゃんのところ日が当たってると眩しそうでかわいそうなんで、なんか安易的なこれ、もう狙ってたやつ、この柄すごい狙ってて、でおむつポーチも買ったんですよこれの。でもこのマグポーチはまだ買ってなかったから、マグポーチこれボタンが外せて、ここ保冷になって、めっちゃ可愛い。男の子でも使えると思う、水色だし。ちょっとね柄が女の子っぽい、同じ柄の外に出かける用に買いました。で外に持ち歩く用なんで、使ったら捨てられるし、すぐ10枚入りを一応買ってみました。もうね何を使うかっていうのがちょっと分かんないから、とりあえずねダイソーだし、こういう感じ、こういうやつですね、ビニール生地の、これで使うのかな、こうやってひっくり返して、よくわかんないけど。最後ですね、今なんかダイソーでいくら買ったらかわかんないんですけど、シールもらえるんですよ、めっちゃちっちゃい、じゃじゃーん、めっちゃかわいい、もうちょうどいい大きさと思って。でこれは20枚のシールプラス440円、お金払ったんですけど、それでこの440円でこのテディベア安いと思う、自分用です。でマミーとばあちゃんも買ってくれて、それも紹介します。まずこの帽子です、馬ちゃんのキャップ、ゴムついてるの、めちゃくちゃ可愛くて、これとミッキーの帽子、帽子っていうかニット帽か、これはばあちゃんに買ってもらいました。で自分の購入品はこれが中で、これがオーバーホール、クマさんのやつで、マミーから買ってもらったのがブランケット、これもクマさん、もうクマだらけです。これとあと敷きのあったかいやつ、これもクマさんです。あ、自分が買ったやつまだあった、電子レンジ OK のカップとボール6個ずつ入ってる、6個ずつじゃない3個ずつか、とりあえず様子見て
これだけ買って袋から開けちゃったんですけど、このスプーンこういう感じ、めっちゃちっちゃい。この2つで、これで以上になります。ここからはね、今紹介した購入品の使ってるところも撮ったので、よかったら最後まで見てみてください。こんな感じです。つけてみます。つけてみました。こんな感じ。先に取ってつけます。普通に簡単。これをこうやって取って、つける時もここに合わせて押すだけ。次これどこにつけよう。ここかな。こう穴が開いてるんで、そこの穴の中にこのクリップを入れる。全然いけるわ。こんな感じ。反対側も一緒。あ、いい感じ、いい感じ。もうクリップも。これか。簡単。で、おもちゃ持ってきたので。こういう感じかな。ボタンついてるんで、もうちょいでかいおもちゃだったらここにつければ。いかがだったでしょうか。とりあえずね、ダイソーとセリアの購入品はこういう感じですね。だいぶベビーカー使いやすくなりました。このね、取っ手につけるフックが一番使えますね。自分の荷物ぶら下げられるからマジで便利です。では次はファッションショー始まります。さあ、5ヶ月になった坊ちゃん、体重も身長も伸びていました。この帽子がね、なんともキュートで可愛らしいです。もうぴったりでも今だけですね。で、こちらも友達にもらったセットアップですね。だいぶカッコつけてます。で、このおばあちゃんにもらったミッキーのニット帽、可愛らしい。ニコー。